節です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 節だよ節だよオイラは節だ。さあ始めよう。節です節です、あの節ですって一番ね、あのもう一周。さあ始めよう。節です節だ、あの節です節です。さあ始めよう。そろそろ始めよう。本日はチャンネル登録者数66人突破記念ということで、いや、マジになってますよ今。なぜか急に一気に3人増えてしまってね。66人ですよ、ついに66ですよ。何かこの数字聞き覚えありませんか。ありま数悪魔の数字。皆さん、悪魔の数字という言葉聞いたことはあるんじゃないでしょうか。ないわ。しかし厳密に言うと悪魔の数字というのは、それさ、目を染めてんのか、いつも通りの目なんか分からへんけど、悪魔の数字というのは元来現来本来あくまで悪魔の数字ですから、皆さんご注意ください。ところテレビ暗なってたらめっちゃ暗なるやん。わかった。 WAROTAこれ、15分1回ぐらいこれ聞かされて洗脳されてます。あのプロパガンダなんですか。違うね、そんな話じゃねえ。悪魔の数字って、バラタタワニ清き一票を、まあ、もえ。悪魔の数字っていうのはあくまで実際のところ666なんですね、まあ、だからそっから派生して6というのも、まあ、悪魔の数字どこで知ったんですか。あんま聞きなじみないですけど、聞いたことあるでしょ。ないないの、都市伝説ぐらいでやろ、まあ、っていうのが結構巷で噂されている数字なんですよ。都市伝説界では6という数字が何か、はい、すごいのか。666とこの6+6+6 18 6と18という数字が悪魔の数字。あくまでね。しかし実際のところ悪魔の数字何なんだこれってなりますね。悪魔の数字と聞いて説明できますか。僕ちょっとあのチャンネル登録者66人突破したということでちょっと検索かけてみました。今回はね、まあ、居酒屋で喋れるぐらいの、したかまれるような情報をお伝えできたらなと思います。まずよく話題になる悪魔の数字、666。そう。そして6足す6足す6、18。この数字18ね。この世の中に溢れてるんですよ。例えば日本のお金、硬貨、硬貨。何円硬貨ある ?1 円硬貨とかありますね。それ硬貨特定される。全部足してみてください。効果は足さないんですね。1足す5足す6足すなんでやねん。1足す5足す10足す50足す500 1足す5は6 10足す6は住宅ローン。50足す住宅ローンはリボ払い。破産するわお前。もう藤井出荷まで3。すまん。1足す5は6、10足す6は16、50足す16は66、100足す66は166、500足す166はどうぞ。666。悪魔数字でそしてそこチョイスしてきたの。お金ってやっぱり世界を牛耳るもんですから。牛しかもね、しかもね、効果って。しかもじゃあ、お札。千円札。千円札。五千円札。里芋。一万円札。これ全部足したら、1万8000。そう。18。これも、悪魔の数字。あくまでね。効果に、666。お札を足したら、18という数字が浮かび上がった。まあ、これがよく言われております。そして、日本で起きた大きな地震、思い浮かべてください。1月17日足したら18。ここにも出てきます。3月11日
足したら授業20113031ずるない足したらこれ18になるんですよね。して最近起こった大きな転機、日本改元平成から令和改元された日付2019年5月1日20190501、これを全て消すと18。そしてちょっと IT の話僕たちに欠かせないものとなったインターネット、これが爆発的に普及した仕組みがワールドワイドウェブ、略して WWW ありますね。草違います。あ、でもそれ関係していきますでしょうね。ありますよね、 URL で、あの技術。そして W はヘブライ語でおなら6という意味らしいです。 WWW666 悪魔の数字、悪魔でだからね、僕思うんですけど、 LINE とかで草を草と書かずにワロタをワロタと言わずに WWW、 これを送ってくるやつフリーメイソンに違いない。僕はそう信じています。そして Google Chrome のアイコン見てください。あの模様666、これはまだもうええわそしてね、ミスター都市伝説ミスター関おりますね。信じるか信じないかはあなた次第という有名な関さん、その方がおっしゃってたんですけれども、 SDGs ってご存知ですか？国連の環境的なやつ。そしたら2015年に国連で決められた、まあ、世界共通の目標といいますか、持続可能な開発、これが SDGs というものなんですけれども、これね17個の目標が、これ中段までじゃないですか、17って。で関さんによると、しかるべき時に目標が1個増えて18になる、まあ、これ完全なこじつけだと思います。そしてね、でもこの画像を見てね、13個目の目標を見てください。あ、目、この13個目の目標のアイコン、目の形、そうフリーメイソンなどで使われる都市伝説では定番的なアイコンですよね。でー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 、死ぬ、止まれちゃった、人が通りました、怖っ、あっちの方やろ。ま、事例紹介は以上とさせていきます。そして次、ま、これこれです。これは気になってたんですけども、由来ですね。これそもそも666がなんで悪魔の数字なのかっていうね666は悪魔の数字だっていうのはよく聞くと思うんですけど、9になるか、だから何って感じなんですけれども、びっくりするくらい。でもなんで、なんでびっくりするの、9なったーって8でも7、5でも何でもない、急に9なったーって。でこの由来の調べてみると、いろんな説があるんですけれども赤外線ビーン、いろんな説があって、で一番ベタっぽい説は、由来が新約聖書にあるらしくて、まあ、これキリスト教の聖書なんですけれども、獣が世界を42ヶ月支配した時期があって、その時に獣が人間に刻んだ数字が666という数字という、まあ、記述があるらしいんですね。でそもそもこの悪魔の数字と言っていますが、本来は獣の数字というらしいんですね。これの獣がつけた数字だから、これが一番ベタな由来っぽいなんですけれども、ここでまだちょっとわからないですよね。なんで666の数字をその獣は人間にやったのか、思いますね、刻んだのか。ここの諸説あるんですけれども、ローマ教皇説とか皇帝ネロ説とかあるんですね。怖いんですけど、僕リアクションがなくてガン見されてるんですけど。で皇帝ネロの名前を数字に変換したら、なんか666に変換できるらしいんですよ。でそのネロはキリスト教徒を大弾圧した初めての皇帝らしいんですよ。だからまあキリスト教徒にとった敵だから、悪魔のような存在であるネロを表す666を悪魔の数字にしたと説があります。そんなことでですね、あのキリスト教圏では、まあ、6という数字が嫌われておるんですわな。で6が嫌われる理由には加えて7という数字が関係しているんです。7には完全という意味が
キリスト教圏ではあるらしいんですね。もう怖いです、僕。マジで怖いです。明日僕、いないじゃないですか。ラッキーセブン。ああ、それはあのメジャーリーグは由来らしいんで、あんまり関係ないんですけど、うん、7には完全という意味があるらしくて、これ1週間も7日ですよね。これ1週間、何で7日か知ってます？どっか行ってました？1週間は何で7日？知りません。神はなんか6日で世界を作って1日休息日にしたみたいな、そういうのがなんか旧約聖書がどっかに載ってるらしいんですけど、まあ、7はすごいいい数字で、完璧な7という数字に達しない数字、それが6だから嫌う、まあ、そういう説もですね。キリスト教圏の不吉な数字の6という数字以外にも他にも あるんですけれども、これね、わかりますね、13ですよね。これ由来知ってます？なんで13が嫌われているのか。もう何だこいつマジで頼まれた。分からへん。最後の晩餐っていうあの絵あるじゃないですか。晩餐、最後の晩餐ちゃうんで、最初の晩餐誰だ、ほんで3番目の晩餐おるか、ほんで最後の晩餐ね。あいつも言い合っちゃったけどな。最後の晩餐やそれ。裏切る者ユダ、いらっしゃいますやん、はいはい、こうやってあのそうその人は13番目に座ったらしい。だから裏切り者がに関係ある数字であったり、12という調和の取れた数字の隣に数字13が12に調和取れてるの。なんでなんでやと思います？これ面白いですよ。12月12時いろんなところで12ってね区切られてるんです。そのだから由来はどこなんですか？これはなんか真数かわからないですけど、なんか暦とかなんかそういう数字を扱うときに12とか60とか扱いやすかったみたいな。さっき言いましたけど、ラッキー成分とか言いましたけども、ラッキー成分水好きやけど、キリスト教は7がいい数字で、日本もね縁起のいい数字と言われてますよね。7は一緒なんじゃない、なんか知らないですけど、こういう時代からね、この皇帝ネロとか言うてますけれども、大昔から13とか6とか数字に踊らされてるんさ。だからまあ今の時代もそうですけれども、数字に踊らされる、まあ、それは古今東西っちゅうことですから富士郎ですよ。吉村知事頑張って。本田圭佑と似てますよね。以上、吉村知事と本田圭佑の似てる説を考察した動画でした。